サントリーニ島、サントリーニ島、ピーラ島は、エーゲ海のキクラデス諸島南部に位置する、ギリシャ領の島。かつて大爆発を起こした火山が形成した、カルデラ地形、サントリーニカルデラの一部で、その外輪山にあたる。サントリーニ島の名は、カルデラ全体、すなわち本島を含めた五つの島々、サントリーニ諸島の総称としても用いられる。 カルデラ湾を望む断崖の上に、白壁の家々が密集する景観でも知られており、エーゲ海の著名な観光地の一つである。一方で、サントリーニカルデラ内では、現在も活な火山活動がある。この島は、古くは、最も美しいものを意味するカリステーや、円形のものを意味するストロンギレイ、あるいは、ストロンギリ、または、テーラ、と呼ばれていた。 サントリーニの名は13世紀にラテン帝国の下で付けられた名でペリサの集落にある聖イレーナに献じられた教会から取られているオスマン帝国の時代にもこれに由来するやと呼ばれたティーラの名は19世紀に島と中心集落の公式名称として再び用いられることになった島の中心チュフィラはティーラの別発音であるしかし現在も 日常的にはの名が使われている。サントリーニ島は、エーゲ海南部のキクラデス諸島最南端にあたり、ギリシャ本土からは東南へ、約2 0 0トル離れている。サントリーニは、サントリーニ島、本島の他に、付近の島を合わせた群島、サントリーニ諸島の総称としても用いられる。サントリーニ諸島は、以下の島から構成される。群島で最大の島は、 カルデラ東側で、三日月型に広がるサントリーニ島本島であり、フィラや、イアなど主要な集落はこの島に位置する。ついで大きいのは、カルデラシーペイに位置するティラシア島であり、群島で人が定住する島はこの二つである。人口千人以上の集落は、以下の通り、人口は2001年国勢調査時点。島の中心集落は、カルデラ東側中央の断崖上に位置するフィラ。 フィラの北には、フィロステファニ、行政、城は、フィラの一部だが、しばしば、フィラと区別して考えられる。フィロステファニの北には、イメロビグリ、の集落があり、カルデラに面した基幹で知られている。カルデラ北側には、イア、の集落がある。人口約760人の矢は、島北部のイア地区、旧屋村の中心集落で、ブルードームと、通称される教会や風車で知られる。 カルデラ川とは、反対側、島の東南部には、ビーチリゾートとして知られるカマリア、ペリサの集落があり、カマリの北方の平野に空港が設けられている。島の南部には、エンボリオの集落が広がっている。島の西南部には、アクロティリの集落がある。地質学、歴史学の分野において、これらの群島が、かつては一つの大きな島であったと証明されている。 紀元前1628年頃、海底火山の爆発的噴火、ミノア噴火により、地中のマグマが噴き出してできた空洞状の陸地が陥没して、カルデラを形成し、現在のような形状になった。この爆発的噴火は、エーゲ海一帯に酸化をもたらし、プラトンの著作、ティマイオスに橋を発する、大西洋、少なくとも、ヘラクレスの柱、ジブラルタル海峡の向こうにある都市。 洋上の理想郷、アトランティス伝説に大きな影響を与えたと言われている。ちなみに、この幻の大陸アトランティス伝説のもう一つの有力なモデルが 110km ほど南にあるクレタ島で、ここではサントリーニ島と共に、かつてヨーロッパ最古の文明と言われるミノア文明が栄えていた。サントリーニ島内の南部にミノア文明家の大規模な港湾都市遺跡、 アクロティリーが画。1956年、ギリシャの地震学者、アンデロス・ガラノパウロスが、サントリー2島こそ、アトランティスだとの新説を立てた。中世のヨーロッパでは、サントリー2島は噴火と不死者の伝説によって、恐怖の島として恐れられた。第四回十字軍の後に、ベネツィア人が入植し、丘の上にカストロと呼ばれる、城塞集落を築いた。 17世紀の地図には5つのカストロが描かれているが、現存するカストロは、ピルゴスだけである。18世紀には、農産物とワインの輸出に乗り出した、キリシアの貿易商人たちによって、渓流した船が見下ろせるカルデラの絶壁に召喚と、集落が築かれるようになった。この時期に最も栄えたのが、イアの町である。20世紀に、海運の主力が、 小船から蒸気船に移行するとともに、サントリーニ島の重要性も薄れてしまい、海運業者たちはサントリーニ島からピレウスなどの近代的な港へと移っていった。急速に衰退しつつあった、絶壁外区は1956年の震災によって壊滅状態に陥った。政府は背後の緩斜面に被災住宅を建築し、絶壁外区への居住が禁止された。 その後の20年間外区は放置されたが、乗組員居住区が復元されて、ペンションに改装されるなど、観光業に利用されるようになった。キクラデス諸島の中では、ミコノス島と並んで人気のある観光地であり、また、リゾート地としても知られる。前述の洞窟住宅を改装したホテルや別荘が多く存在する。主な特産品は、レンズ豆、ファバ、 カバという地元料理の重要な材料でもある。チェリートマトなどのトマト類、白ナス等のナスも特産である。ワインの産地としても知られる。島にはワイナリーが多く、白ワインやデザートワインに評価がある。サントリンド、サントリン、アースを産出し、セメント工業がある。断崖の海面を水平にくり抜いて作られた、独特の伝統的な家屋様式で知られる。 その多くの壁面は真っ白に塗装され、びっしりと連なっており、この島の景観の大きな特徴となっている。外側に面したサロンで昼間の生活のほとんどが行われ、横穴の奥は寝室や物置として利用されている。ティーラ市は南エーゲ地方ティーラ県に属する基礎自治体、ディモスである。ティーラ市はサントリーニ諸島全域のほか、アニドロス島や、 クリスティアナ島など近隣の小島省を地域に含む。現在のティラシはカリクラティス改革2010年1月施行に伴い、旧ティーラシとイアムラの2つの自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区リモティケーノティタとなっている。また、これに際して広域自治体ノモスであったキクラデス県の県域が分割され、 行政区、ペリフェリア系のティタである、ティラ県が設置された。ティラ氏は、ティラ県所属後自治体のうちの一つである。下表の番号は、下に掲げた、旧自治体地図の番号に相当する。下表の、旧自治体名欄は、無印が、ディモス、死、印書きのティタ、村の名を示す。面積の単位は、経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。 カリクラティス改革以前の旧ティーラ市にあたるティーラ地区は以下のキノティタ都市村落から構成される。表中の和の略であり、カポニストリアス改革による統廃合1999年1月施行以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口2001年国勢調査を示す。 その景色の開放的なイメージは、日本の映像文化にもよく登場している。近年のテレビ CM では、新庄剛が出演した朝日の発泡酒、アクアブルー、2007年春、ソリマチタカシが出演した、キリン缶コーヒー、ファイヤ、XXXX 年のロケ地が、このサントリーニ島である。北部の港町である、イヤは、夕日の絶景で知られ、人気がある。 ビーチリゾートを楽しむ人も多く、溶岩からなる赤い砂のレッドビーチ、火山灰からなる黒い砂浜のペリサビーチ、カマリビーチなどが知られる。ギリシャ聖教会の聖堂が至るところにあり、その多くは白い壁と青いドーム型の屋根を持つ。無人島の根赤目に、島は現在も活動する活火山である。フィラのフィロン港、オールドポートや、イヤカラ定期船が就航しており、 上陸して噴火口まで近づくことができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。